もう怒った。もう怒った。私めちゃくちゃ怒ってる。今シーズンね、一番怒ってる。一試合で怒り限界突破したわ。今日はほとんど嫌なことしか言わないんで、不快に思う人もいるかもしれないのはごめんなさい。ホップ、ステップ、チャンネル登録。はい、結果とスタッツ。試合経過はもう終わんなくていいわよね。戦術の話、技術の話、分析の話はしません。それ以前の問題。緩い、詰められない、雑、見てる、当たれない、戦えていない。戦う姿勢が感じられないのは、フィジカルコンディションの問題か。疲れてるから、判断が鈍くなって一歩が出遅れてるのか。なんでそうなった？水曜の天皇杯で120分を戦い抜いたせいか？この最低のゲームは、アルベルのマネージメントの失敗だと思う。先に断っとくけど、私、新しい東京の未来をアルベルに託した。1年間信じてサポートする。でも、これはダメだったんじゃないかってことは言うわよ。今日出てたメンバー、決してこの試合が本来の姿とは思わない。ただ、天皇杯の影響でこんなコンディションになったんだったら、なぜこのメンバーを選んだのか。もしくは、こうなることを予見して、天皇杯のメンバーは落とすことができなかったのか。2試合通してのマネージメントっていうか、そもそも天皇杯とリーグ両方を勝ちに行ったのか。天皇杯をガチメンで取りに行って、リーグを軽視したのか。どちらにしろ、両方負けてるから失敗してる。要するに、ターンオーバーの話なんだけど、この2試合でどちらでも出場機会のないスタメンにかすりもしない選手。それって、アルベルにとって勝つために選べない使えない選手ってことかしら。なんかね、それならもう仕方ないわ。ターンオーバーどうこう言えない。だったらクラブはもうすぐね、移籍のウィンドウが開くんで、そこでしっかり監督をサポートしてくれ。開幕戦やこの間の鹿島戦を見て、このチームが目指すサッカーに可能性を感じてるから、今いる選手に見合ったサッカーをやろう、妥協しようってことは求めない。こっちも覚悟を決める。今使えるベストだと思うメンバーで次の試合に備えてくれ。頑張ろう。はい、じゃあ個人採点いきます。誰か特定の選手のミスで失点を重ねたってわけじゃないんで、同じ5失点でも11節のアビスパ戦よりも全体的に厳しい。ゴールキーパースオビク4.0。東京の背が甘くて、トスのシュート練習みたいだったんだけど、何一つ触れられなかった。ディフェンスセンターバック森重4.0。森重でさえ動けず、寄せられなかったところに、この試合のコンディションが現れていた。センターバック木本3.5。2点目、3点目、4点目の失点の時の棒立ちはひどい。左サイドバック小川4.0。5失点目、退治して垣田に、ずらされてシュートを決められた時に倒れ込む。そういう失意のアピールはいらない。右サイドバック中村穂高4.0。何をしていたのか印象にない。ミッドフィルダーアンカー青木4.5。0-2の時点で交代した選手はまだ傷が浅いけど、1失点目は漂っているだけ。2失点目はクリアがそのまま相手に渡って決められたんで、やっぱり減点。右インサイドハーフ、阿部シュート5.0。松木と組んで、前の2試合よりもゲームに参加できていた。阿部シューの怪我が、この後の東京にどういう影響をもたらすかは、頭が痛い。左インサイドハーフ、松木玖生4.5。特に、阿部シュー怪我交代の後で、中盤を成立させられるかっていう状況で、目立った統率力を発揮することはなかった。フォワード、左ウィング、永井4.5。スピードも見せられず、ゴールの予感も試合ごとに薄くなっている。周囲との連携も乏しい。右ウィング渡辺4.5。44分の決定機は決めないといけない。ウィングのポジションでは良いプレーをしているけど、インサイドハーフに移ってからはやはり何もできず。センターフォワード、アダイウトン5.0。ゴールの取れそうなミートしたシュートは1本しかなかった。交代選手、レアンドロ4.5。レアンドロはレアンドロのプレーしかしていない。長友4.0。ホ
たかと交代したが、同じく何をしていたのか印象にない。東 4.0、 攻守ともに効いてる場面を一度も見られなかった。山下 4.5、 いいヘディングが枠内へ1本飛んだけど、こんな試合だからせめて山下のゴールを期待っていうのはサポーターのわがままだった。岡崎 4.5、 とっくに試合の決まった83分から出場してなお失点に絡む。以上。まとめ、もう一度言います。今アルベルが使えると思うメンバーでいいんで、しっかりと土曜日のアビスパ戦に備えてください。じゃあみんな、また次の試合まで、バイバイ。